また昨日も突然大きなニュースが飛び込んできてましたですね模範と言われてますけど岡山の在賀崎で自民党の岸田総理の遊説演説前に まあ襲撃、パイプ爆弾ですかね、えーえー。まあ無事でよかったですね。えー、まあ映像がいろいろと確認されてますけど、24歳の容疑者が逮捕されてますね。はい、えー、まあ前回、奈、ま、良、あ、で起こった、えー、安倍首相、元首相の、その襲撃暗殺の、えー、は、あ 安倍首相は死亡しましたけど、今回岸田総理無事でよかったですね、えー。本当にびっくりしましたですね。本当に敬語とかいろいろありますけど、ジムトの漁師があ,、えー、あれ押え込んでますね。映像で、えーえー、首元を抱え込んでからあ、でも爆発してますね。投げ投げたところで、まあ警察官一人が少し怪我した。 痛いですけど大きなな被害ににらずに、えー、よかったその後またあ、えー、予定通り遊説してますねその感じで、まあ、東京に戻ってあそういうも模倣犯またあパ,イプパイプ爆弾そういう,う爆発で、えー、24歳の、えー、男性が逮捕されてますけど、えー、もあぜんとしますね、えーまあ、岸田勝利は、えー、ウクライナに もうで電撃訪問していろいろとお、まあ、あ政治家は、まあ、あもうそういう民主主義に反する、まあ、これが元ですねそういう,う演説が、えー、可能ですけどそういうテロとかそういう,うこの 本当に言語うだも,ういいもう言葉が出ないですね。もうそういうことを痛感させられました。もう唖然としています。あこの民主主義、えー、ですね。そういうテロとか。あえーまあ、ジョネスさんも,も左翼じゃなくて極左と言ってましたですね。そういう本当に、えー、極端なそういう暴力はダメですね。はいソ、えー、のことを 思いました。まあ昨日の夜の配信はできずに YouTube の朝となりましたけど、マサート、本当に、えー、まあとんでもない、まあもはんですね、そういうことが起こりましたけど、えー、はい、えー、そういうことです。マ、え、サート、まあ、です。YouTube、えー、の朝ですね、はい、えー、またマサート、まあの,の YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。なかなかまとまりがつけませんけど、えー、岸田総理、襲、えー、撃。 ミス事件についてのおユンタクでした、マサートでした、またマサートの1分間ユンタクでお会いいたしましょう。シューアゲネツパッションプレジューシャロム、シャロム。